はい、獅子座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月前半の星の動きの補足とタロットリーディングをさせていただきます。少し11月27日の満月までに本当は撮影したかったんですけど、できなかったのでちょっと遅くなってすいません。ちょっとお知らせなんですが、12月12日の夜8時から YouTube のライブを行います。そこで2024年の星の動きはどうなのっていう説明と、そういった星の動きの情報がたくさん載ってるカペラノートの解説をさせていただきますので、もしまだ手元にないよっていう方はぜひこちらのカペラノートの概要欄に貼ってありますので、よければ詳細ご覧ください。それとこちらのホロスコープブックご購入いただいた方もですね、もし質問などありましたらその時に一緒にお答えしますので、ぜひご参加お待ちしております。では早速いきましょう。12月前半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。12月前半ですね、はい、カップ10の逆、ワンドキング逆、ワンド10、ソードページとカップ5の逆とカップキング逆とペンタクスキング逆、キング3枚も出てきてますね。そして気をつけることや対策はソード2とワンド8の逆とオラクルはペンタクルスのページです。ほう、なるほど。ちょっと星のことを先に説明させていただくんですが、この12月前半というのはものすごいクリエイティブなエネルギーがすごい盛り上がってます。バイタリティがねある時なんですが、そのバイタリティっていうものを何かの創作にすごく活かしやすいんですね。獅子座の皆さんはもともと獅子座の皆さん何かを表現したり作ったり企画したり自分を楽しませるっていうのが得意な方が多いと思うんですが、それらにすごくエネルギーを使えるよっていう時になります。中にはお子さんのことを一生懸命やるとかですね、一緒の時間が増えるっていうこともあるかもしれないんですけど、ただ単に世話を焼くとかそういうことではなく、その自分が何か携わっているもの、お子さんでも何か作り上げたいものでも育てたいものでも、そういったものをうまくその才能を生かしながらこう育て上げるっていうか、こうケアしながら何て言うかな、形作っていけるみたいな、才能を伸ばしていけるとか一緒に楽しみながらできるよっていう時になるので、ものすごくこの獅子座の皆さんの企画力とか感性とか喜びのエネルギー、遊びの感覚でやる方がうまくいくんですけど、そういった企画する力っていうのが強まる時なので、是非ねこの時期にご自身の人生計画を立ててみるのがいいんじゃないかと思います。ちょうど別にもうちょっと後でもいいんですけど、来年の計画とかはねもう少し後でもいいんですが、自分をどうやって喜ばせようかとか、自分をどうやって好きになろうかとか、そういったこう自分の人生を良くするための何か案みたいなものを考えてみるといいんじゃないかなと思います、この時期。そしてちょっとね、12月13日次新月なんですけども、この新月もすごく先ほど言ったクリエイティブなねエネルギー、創作意欲が増すとか、何かを作っていけるっていうのがあるので、人生をより楽しく充実させるっていうエネルギーとして使います。で、12月13日から1月2日までっていうのは少しね彗星が逆行しまして、彗星というのはビジネスとか勉強とかコミュニケーション、スケジュール管理や流通関係を表すので、そういったことに少し乱れが起きやすいんですね。必ず乱れるというわけではないんですが、遅れやすかったりスケジュール変更になりやすかったり、自分の考えも進んでるんだけど後ずさりしてるような感じになるとかですね、そういうふうに感じやすいので、そういう時だなって分かった上でやると全然問題ないですから、確認と余裕を持った確認を取るようにしてください。そしてそれを踏まえた上でのカードなんですが、まずはやはり一番言われているのは、何か確信たるものというか、これが大事なんだ、やっぱり自分にはこれだみたいな、そういったものが出てきますよというふうに言われています。これは前からあったかもしれません。でもそれが違う角度から自分がそこに携わることによって、やっぱりこれが私の才能なんだとか、やっぱりこのことが好きなんだって再確認するみたいな感じかもしれませんね。で、少しね、今年の5月6月ぐらいからなんとなく
こうなどうですかね、5月6月から今日までのこの数ヶ月の間で何かが緩んだではないでしょうか。何か緩んだことがないですか。でその緩んだことっていうのはすごくいいんだけど、なんかどこかでもっと自分を叱咤激励しなければいけないんじゃないかとか、もっと頑張らないとダメなんじゃないかみたいな、どこの意識がそう言ってるのかなっていう感じで、あのなぜか自分をものすごく高い位置に押し上げようとする意識みたいなのがあって、そうできてない自分、そうなってない自分っていうものをなんかもっと頑張れって自分でいい風に言ってるのかなって感じがしたんです。まあそれはいい意味でも使えるんですけど、あのそこまでなんか自分を自分らしくない自分にまで持ち上げようとする必要ってないじゃないですか。自分が自分らしく心地よくあればそれがベストだから、それを誰かと比べて、その状況の中で自分を比べてどうこうっていう必要はないので、あまりねこう他の人の意見とか、あの状況ばっかり見なくても大丈夫だよって感じがしました。これはすごく猜疑心が強くなってるっていうカードで、あの自分のことも疑いやすくなったり、自分で自分のことを疑ってるからこそ他者からも疑われてるんじゃないかとかね、あの人はなんか誤解してるんじゃないかと思うんですけど、本当は自分で自分のことを一番疑ってるんですよね。なのでそういうその自分を責める気持ちとか、自分をなんか変に違う自分にさせようとする自分っていうものに気がついたら、ああなんだそんなに思ってるほど悪くないじゃない私っていう感覚になり、あの心配してたこともそんなに悪くないなとか、いや十分いいじゃないかこれでっていう、このリラックスした感覚でこそ生まれてくるまた何か新しい可能性や、さっき言った創作意欲みたいなねものがこう盛り上がってくるのかなって感じがします。でそしてまあ、強いてあげると何かね、このキングが3枚も出ているので、自分より目上の方と話をする機会が多いのかなという感じがします。これがもし会社員の方でしたら、で上司と話す機会が多いとか、上司と関わる機会が多いとか、あの自分の親とね関わる機会が多いということもあるかもしれません。でそれをなんかあんまりこう手放して喜んでるというよりは、何かおこごと言われるんじゃないかっていうちょっとビクビクした感じとか、すごくこう構えてる感覚で相手と接してるって感じがして、どこかでちょっと見ないようにすることとか、ちょっとあのこれ以上は受け入れないようにしようみたいな、そういうなんか防御を張りながら関わってるって感じがするんですが、あのちょっと見てみようかな。なぜじゃあ上司は関わってくるのか、なぜ親は関わってくるのか、自分より目上の立場の人とか、何か自分よりもっと専門性や知識がある方が自分に近寄ってくるのはなぜかっていうと、やっぱ何かを伝えたいんですよね。その伝えたいっていうのは教えてあげたいとか、相手が育てたいと思っているとかですね。だからちょっと存在を疎ましく感じているかもしれませんが、そのやり取りの中で感じることっていうのがすごくね、なんか未来につながるって感じがするんです。自分の何かの火種をつけてくれるみたいな感じがあるので、その嬉しいことだけ聞くとかいうのではなく、なんか嫌だなって思うこととか、耳が痛いなと思うことを聞いたとしても、それは自分にとってすごくプラスになりますよっていうふうに覚えておいてください。そしてもう一つの見方としては、さっき言ったこうなぜ自分をそんなに高みに持っていこうとするのかっていうね、まあそれは成長していくっていうのはすごくいいことですけど、だからより深く自分自身につながっていくとか、本来の自分になっていくっていうのはいいと思うんですけど、その誰かと比べて上に立ちたいとかっていうような、なんか上のポジションを狙うみたいな感じがもしあるとしたら、それに注意って感じですかね。今現れていることっていうのは、ペンタクスっていうのは本当に基礎の基礎、自分の本来持ってる、あこれが大事だったっていうような、あの始まりのエネルギーなんですけどね。始まりってその明らかな始まりではないんですけど、その自分らしさの発見だったりとか、自分はこれが得意だなって思うことを見つけるってことなんですけど、意識だけがなぜかキングにばっかり行くっていうか、あんな風になりたい、こんな風になりたいってずっと思って、今の自分の良さを忘れてるみたいなことがあるかもしれないので、できるだけその高い目標と理想の人と、すごいなと思う人と自分を比べるなんてもう全くナンセンスで、
そうではなく今の自分の価値っていうものに目を向けていただけるとなんかいい感じでねこうパスが巡ってくるっていう感じがします。いろんな人からいろんなことを言われそうな、いい意味ですよ、話を聞いたりこう持ちかけられたりとかしていい話になって、その中で自分はあんまり乱されないでおこうと思うかもしれないですけど、その中で自分というものを見つけるっていう2週間なのかなって思いました。はい、ということで何か参考になりましたでしょうか。もし何かしら参考だったという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。今回もご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。